職場っていうのは入る前にこういろんな教育を済ませてから就職してくる、そう思ってた、まあ、そんな時代があったっていうか、まあ、かつてはそうだったんですよね。でも今は会社に入ってから教えてもらう、必要なことは会社で教えていただきましょう、そんな考え方がありますんで、教えてもらってないよなとか、それが必要ならちゃんと言ってくださいよと、それがやっぱり社員たちの立場かもしれないですよね。そこのところを見逃して上からガンガン叱りつけたりするようなことではやっぱりうまく職場の中が回らないっていうことがありますよね。心の信号見逃してはダメですよ。メンタルヘルス予防チェック一緒に始めませんか。事例で学ぶメンタルヘルス対策、この本の中にもたくさんヒントになることが書いてあります。ぜひお読みください。なお、お求めは書店でお願いいたします。よろしくお願いします。